おはようございます。谷くんベッドです。みんなでねゴロゴロしてたんだけど、ポメとサムはおトイレに行きまして、もうお昼になるからお父さんパッキングするって言ってたんだけど、谷くんがここにいると毛がつくからできないねって言って諦めて降りていきまして、谷くんは席にのんびりしててください。ポメくんおはよう。おはよう。サムちゃんは？サムちゃんもいいんだよね。サムちゃんもおはよう。ありか。お父さんおトイレ食べたらですね。まぁ、ちょっとお昼ね、プロテインでも飲もうかなと思うので作ろうと思います。ただいまね、3時45分ぐらいなんですけど、お父さん映画を見に行こうっていうことで行ってこようと思います。何見るんですか？トトロ。必死で考えてトトロって言いましたけど、さっきミッションインポッシブルって言ってたんだけど、おかちゃんが。ということで行ってきまーす。映画館着きました。今日は余裕があるのでお父さんも焦っておりません。行ってきましょう。映画終わって出てきました。もう7時過ぎなんだけど、大家さんがね7時半にね書類持ってくるって言ってて、もう来ちゃうよって言いながら必死でトイレだけ行って出てきましたので、急いで帰ろうと思います。これからバタバタするね。お父さん出る時間までねちょっとしかないもんね。もうねね急ぎましょう。お家帰ってきてね、もうバタ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 とゴミやったり、ちょっとご飯の下ごしらえしたりしてて、で、大家さん来て、書類にね、サインした、とりあえずお散歩出ましょうっていうことになりましたので、もう近所一周ですけど、ポミ君お仕事早いですけど、お散歩行ってこようと思います。帰ってきました。あんよ拭いて、コロコたちはご飯にして、私はもうねパパッとね食べれるもの、今もうご飯は炊いたから作ろうと思っております。その間お父さんはパッキングですね。それではねご飯できましたので食べようと思います。お父さん終わったのパッキング？だってそんな量ないよ。そうなんだ、うん、あんなでっかいのいかなくてもいいから。まあ、そうということで、まあ、残ってたししゃもでしょ。でも今日はババッと炒められるようにと思って豚キムチにしました。ししゃも落ちてますけど、あとコーンのご飯炊いて、残ってたお味噌汁とタケノコとナムルです。以上になります。ちょっと緑少ないけどね、豚キムチにめっちゃキャベツ入ってますので、それでは食べましょう。いただきます。ただいま9時45分ぐらいですね。9時半に出ようって言ってたんだけど、10時前に出れればいいよって言って、自分で運転するからって。私が運転するなら9時半なんだけど、お父さんなら10時でいいんだって。その30分はやっぱりなんだろうと思ってんだけど、とりあえずねお家を出ました。真っ暗でラックス行って、お父さんバイバイして、で運転して帰ってこようと思います。行ってきます。空港着いた。時間めっちゃかかったけど、お父さんどこ行った？いた。気をつけてね。うん、いや、バイね。はい、気をつけてね。はい、おやすみ。いってらっしゃい。はい。お家帰ってきました。今、12時過ぎぐらいですね。帰りはちょうど1時間ぐらいかなと思うんですけど。もっぽみもさむも。おトイレ行って、なんか声出してたけど、なんか見ながら歯磨きさんして寝かせて、私は昨日のね、Vlogをね、まだ編集終わってないので、それだけ終わらせてからお風呂入って寝ようと思っております。お肉にゃおーって言ってたけど、どこ？あ、いた。いたな。うん、ただいま。ただいま。もみなもただいま。えんだみにゃもただいま。おりこしゃでした。みんなありがとうね、待っててくれてね。はいはいはい。はい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 。尻尾プリプリしてますけど。谷くんやちみー。谷くん、お父さんまたね、少しの間お泊まり行ったから、谷くんが
おるしゅ番リーダーでしゅ。お願いしましゅね。お父さんにお願いされてたでしょ。寝てく前に、ちゃんとお父さんを2階行って、谷くんがいるところまで行ってよろしくね。みんなのことよろしくねって言ってたね。谷くんが頼りなんだ、みんな。なのでリーダーお願いしましゅ。ちょっと大変だけどね。もちろん見守りとか、たくさんたくさんやらなきゃいけないこと増えましゅけど、よろしくお願いしましゅね。ポミクとタムちゃんも、ちゃんと子分としてついてくれるから、お父さん帰ってくるまでね。みんなでね、しっかりとお留守番してましょうね。ということで、リーダーお願いしましゅ。今日も一日ありがとね。ゆっくり寝寝してください。おいえんちゅみ、おいえんちゅみ、おいえんちゅみ。とにかくぽーい。おーやんちゅみくぽい。おやんちゅみ。ポミコンやしみお客みポミコン今日からお父さん出向しお泊まりだからね。お父さんお出かけするときポミコンに言ってたでしょ。ちょっといないからねって、ママとサムちゃんのことよろしくねって呼ばれてたじゃん。ポミコンよろしくね。ママだけ帰ってきたときね、あれっていう顔してたけど、やっぱりそうだったのかって、二人でちょっとお買い物社員行ったのかと思ってた。違うよね、ちゃんとお父さんね教えてくれたもんね。ちゃんと帰ってくるからね、大丈夫だからね。お父さん帰ってきたら遊んでもらおうね。昨日も今日もね、お庭しゃんでボールしたんだよね。今週末はね、お庭しゃんでボールしたけど、次のお父さんのお休みはね、少し公園連れてってもらおうね。うん、昨日ビーチ行ったし、美味しいお肉も食べたもんね。セニ君は留守番リーダーしてくれるからね。ポミ君子分でしょ。後方支援とっても上手だし、サムちゃんももうね、だいぶ大人になったけど、まだ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 子供だから、ポミ君がいろいろね、サムちゃんのサポートしてあげてくださいね。でも、杉本防衛隊はサムちゃんが先頭切っていくけどね。お父さんすぐ帰ってくるから大丈夫だからね。みんなで仲良しちゃんで、お利口しゃんで、留守番してましょうね。なぼみこ今日も一日ありがちゅね。ゆっくり寝寝してください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。お腹なでなで、ここなでなでしてほしいな、この子。ぼみこぐっぽーい。おやーちゅみくっぽい。おやーちゅみ。お嬢ピンクションでまんまるさんなってまっしゅ。たむちゃんおやしゅみ。眠いよーなの。そうだね、眠いよね。私帰ってきた後、ちょっと遊び足りなかったみたいで、ビデオ編集してた時ね、おもちゃ持ってきて遊ぼう遊ぼうしてて、ピコピコシャン持ってきたり、ガニガニ持ってきたり、ボール持ってきたりね、ちっちゃいイガイガのボールみたいなのがあるんだけど、ちょっと引っ張り合いっこしたり、取ってこいしたりして遊んで、眠やよって言ってこの中入ってました。よくよく考えたらね、今日お父さんとね、いろいろしたり、遊びの時間がなかったから、お庭でボールちょっと投げたりとかはしてたんだけどね。だからね、もうちょっと遊びたかったみたいですね。タムちゃんもお父さんお出かけするときにお泊まりしてくるからねって、お利口しゃん待っててねって言われてたじゃん。ママとお兄たの言うこと聞いて、お利口しゃんして待っててねって。タムちゃんお利口だもんね。お留守番上手だもん。杉本防衛隊でね、先陣切るしね、大丈夫だよね。お父さん帰ってきたらね、タムちゃんとってもお利口しゃんだったわよって、だからいっぱい遊ぼうねって報告しましょうね。お肉切れしの上手じゃん。タムちゃんのお仕事は明日の朝一6時にママを起こすことだもんね。よろしくお願いします。お父さんね、すぐ帰ってくるからね。みんなで仲良しさんでお利口さんでお留守番してましょうね。タムちゃん今日も一日ありがとね。声出てますけど、ゆっくりねんねんしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。タムちゃんグッベビー。おーやーちゅみくっベビー。おやちゅみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時過ぎになります。お家帰ってきた後ね、携帯確認したら11時半ぐらいだったかなに、お父さんは飛行機乗りましたってテキスト入ってて、多分ね、こっちのね4時ぐらいだから、あと2時間後ぐらいに目的地に着くと思います。今回はね、乗り継ぎで行って、まあ乗り継ぎの時間30分って言ってたんだけど、現地着いたらそのまま仕事するって言ってたので、まあ飛行機ね 2,3 時間くらいしか寝れないかなと思うんですけど、今日はね、しかも夜もかなり遅くなるみたいなので、レンタカーするって言ってたからね、運転だけはね十分気をつけてほしいなと思っております。
今日ね、映画見に行く予定特に聞いてなかったんだけど、お父さんから急にね、3時40分からの映画見たいんだけどって3時20分に言われて、ちょっと待ってくださいって思って、まあ、そしたらね、4時15分からもあるんだけどって言うから、あ、じゃあ4時15分に行こうかって言って行ったんですけど、なんか久々にメインのシアターっていうの、大きいシアターで公開したばっかりなのかな、どのぐらい前だったかなと思うんだけど、の映画を見たので、人もいっぱいでね、とても新鮮だったんですけど、ミッションインポッシブルって一作目いつくらいだったっけ、かなり前だと思うんだけど、私ね、多分全部映画館で見てると思うんだよね。これで4作目とかだと思うんだけどね。出演されてる方々もね、みんななんかちょっと年取ったなとか思ったりまあね、内容とは全然関係ないことなんだけどね、月日が経ったのをね、感じましたね。まあ映画の内容のことはあんまりお話しない方がいいかなと思うんですけど、ミッションインポッシブルらしい感じでとてもね、面白かったですまあその後大家さん来られて書類にサインしたんですけど、まあいわゆるその1ヶ月前ノーティスっていうのかな、30日前ノーティスの書類で、まあ親側からの書類になるんですけど、一応9月1日に出ますよっていう書類のサインになるので、まあ8月中にね、やっぱりお家探さなきゃいけないかなと思ってるんですけど、まあ親さんも親さんの旦那さんもね、まあぴったりじゃなくてもいいしね、数日過ぎてもいいから、今どんな状況なのって言って、この辺見てるのみたいな話をしてて、親さんもね、このお家を売りたくなかったから最初ね、ローンを組もうと思ったんだけど、ローンが下りなかったらしくって、どうにもこうにもね、行かないからっていうことで決断したようなんですよね。だからもう私たちもできれば引っ越したくないし、大家さんもこの家をできれば売りたくないっていうね、そういう中でのやり取りだから、会話が何とも言い難い感じになるんだけど、まあ最終的にはね、大家さんってすっごい大豪邸で、冗談でね、うちね、広くていっぱい空いてるからね、家決まんなかったらうちに一緒に住もうよみたいなことを言ってましたけど、まあそんな感じで、まあね、いろんなことがね、どんどん進んでいってるなと思っております。昨日ね、お父さん会社の方に紹介していただいたエージェントの方とね、連絡を取り始めたんだけど、リアルタっていろんな人から聞くと、あんまりね、熱心にって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろうね、言い方良くないけど、お仕事をあんまりされない方がね、多いようなんだけど、会社の方もね、他の方から紹介していただいたっていう、まあ、不動産のね、仲介の方なんだけど、すっごい仕事をしてくれるって言って、めちゃくちゃいろんなことをしてくれて、彼女もすごい助けてもらって家見つけたって言ってて、まあ、とてもいいリアルターだからということで紹介してくださってね、昨日土曜日だから動かないかなと思ったら、もう早速ねメールが来て、どういう感じでっていうのをお父さんいろいろ送って、今日見てきたのはここでここでそこでとか、こういうのが好みでっていうのをメールでバーッと送ったら、もう今日ね、その全部のところにコンタクト取って、条件は合ってるかっていうことを今確認してて、返事があったらもうどん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 内見行きましょうねっていうことで、その紹介してくださった方のアシスタントがいるんだけど、アシスタントの方からね、連絡をねいただいたっていうことで、オンライン上に出てないね情報とかもやっぱりあるだろうから、そういう情報にも期待したいなと思ってるし、前はね、いわゆる仲介の方がいても自分たちで連絡取って、自分たちで見つけに行ってっていう感じだったので、とてもねいい方ね、紹介していただけたなと思っておりますので、もうお父さんもね、あんまりグズグズしてないで、ここだって思ったところね決めようねって言ってたから、出張から帰ってきた後の週末にね、いろいろね内見も入るかもしれないので、まあ、早めにね決められたら嬉しいなと思ってます。明日は月曜日ですので、 Vlog はお休みさせていただこうと思っております。7月のイプシーバッグのビデオをスケジューリング組もうと思っておりますので、ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。